みなさんこんにちは楽天競馬ポイントもらっちゃお娘ポームスの森永真彩と同じくポームスの津田真理奈とフリアッチですよろしくお願いしますよろしくお願いいたします,しします今回は第四十二回浦和記念の予想をお届けしてまいりますフリアさんなんかいつもより元気ですね浦和記念ですから なるほどいや違うって絶対古谷 <laughs> さんなんか最近その、うん、ね他の女子がいるときとポームス二人のときでテンション違うから、はい、ポームスにもう飽きた説が結構こう最近あってあ確かにいじられて,てるからそれが多分嫌なんでしょなるほどいやそ,そんなことないんですけど私たちに気を使ってくれてるんですどうもありがとうございます小葉貧乏に気を使っていただいてどうもありがとうございましたちょっとあのー、僕のチャンネルも含めてなんですけど ちょっとだいぶチャス飽きてきただろうっていろんな方に言われてきてそんなことないですよい、ね、という、はい、なるほどはい。大丈夫です、ね、<laughs> さあここでですね予想に入る前にお知らせをさせていただきます、えー、楽天競馬公式ツイッターでは番組に関するご意見やご感想も受け付けております皆様ぜひお気軽にメッセージお待ちしておりますフレアさんのチャスの次の挨拶もぜひメッセージお待ちしております そしてこちらのチャンネルですけれども、予想が参考になったよという方は、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。いいねも押していただけると大変嬉しいです。お願いいたします。なお、浦和記念では馬服チャレンジという動画も公開しております。浦和住所に関する詳しいデータも公開しておりますので、そちらもぜひご覧ください。そして、 第42回浦和記念 G2 は楽天ポイント10%還元レースとなっておりますエントリーしてお得にお楽しみくださいそして楽天競馬では浦和競馬購入でオリジナルグッズが当たる浦和競馬グッズプレゼントキャンペーンも実施中です 11月22日から26日までの期間中、浦和競馬の馬券を3000円以上購入した方の中から抽選で、浦和競馬オリジナルラベル赤ワインを20名様に、浦和記念マフラータオルを50名様にプレゼントさせていただきます。はい、皆様ぜひエントリーお願いいたします。では予想に行きたいと思います。まずは古谷さん浦和記念とはどういったレースになるのでしょうか。 JBC クラシックが行われた年は別として浦和競馬場で行われる一番大きなレースダートグレードができた時から G2 で行われていますこのレースは地方馬にとってはここを勝って年度代表馬に輝いた馬もいるぐらいダートグレードの中では G1 が割とこう分散している状況の中で有力馬が JRA で揃いづらいところもあって 地方馬にとって狙いやすいダートグレードだということで結構有力馬が出てくるケースが多いわけですけれども、まあ、その中で、えー、例えばハッピースプリントサミットストーンこれが2014年15年に勝って年度代表馬に選出されたというきっかけをつかみましたよね、まあ、そういう点でも地方馬にとってはこの G2 のタイトルっていうのはやっぱり欲しいと思いますし まして浦和所属の馬にとってはこの浦和記念のタイトルというのは是が非でも欲しいそういった重賞になっていますまた東京大商店の前哨戦の一つでもありますよね距離が一緒ですから周りの違いはありますけれども当然、多い所属以外の馬たちにとってはこの浦和記念からというそういったローテーションも組んでいるでしょうし JRA でも G1 って出走の,その賞金が加算してないと出づらいところもあるので、この浦和記念のタイトルを取って、なんとか東京大商店に滑り込みたいと思っている、そういった陣営もいると思うんですよね、うん、はいそして浦和記念の浦和競馬2000メートルですけれども、こちらはどういったコースになっているのでしょうか 2>, 2コーナー回ったあたりからスタートして、コーナー6回回るというコース形態になっています。 で4コーナー回って直線までの距離というのが200メートルですから、まあ、ストレート部分でも200数十メートルしかないという状況で南関東の中では一番の小回りではありますけれども、まあ、小回りがゆえに3コーナーあたりからまくりを開始して差し切るというシーンなんかも十分に考えられますよねでまた2019年に JBC 競争を行うことで3コーナーを ちょっとこうスパイラル的に回りやすくなっているとそのあたりからもコーナーから一気にスピードを乗せていくような競馬というのも見られるようになってきました昨年あたりはダノン・ファラオが早めに動いていってそれをロード・ブレスベスター・ルンドが追いかけて花頭の大接戦、まあ、そういった先行馬差し馬のこう残り200の攻防というのがこの浦和記念の最大の魅力かなというふうに思います はい、いああ、りがとうございます。さあでは、今年の浦和記念の出走馬見てみましょう、こちらです。はい、古谷さん、メンバーをご覧になってみて、印象、いかがでしょうか。JR エーゼにとっては、チャンピオンズカップが次の週にありますから、本当の意味ですごい馬っていうのは、なかなか出走してこないという状況ではあるんですけども。 チャンピオンズカップ2着の実績のあるウエスタールンドが昨年3着、そして前回のシリウスステークスでも2着、その実績を引き下げて、ここに挑んできてくれたというのは嬉しいですよね。でまた白山大商店、その前のプロキオンステークスもレコードで勝っている名将・カズサが、この小回りの2000メートルで押し切ることができるかどうか、まあ、地元勢では埼玉新聞栄冠賞を勝ったタービランス、もこれがもう最有力ですよね。 だから迎え撃つタービランスに対して JRZA がどういうレースを見せるか、そこがあの焦点だと思います。はい、今年も豪華なメンバーが揃いました。嬉しいがたまる楽天競馬。ではここで印を発表していただきたいと思います。まずは古谷さんからお願いします。はい、本命は5番のベスタールンド、対抗1番名将和総この三角は地元機体タービランスという順にしました。はい。 ありがとうございます。では、まず本命のウエスタールンドからお願いいたします。まあ先ほども言いましたが、昨年は三着だったんですけど、向こう正面からまくっていってダノンファラオ、そしてロードブレスの鼻首あごめんなさい。鼻頭及ばずの三着だったんですよね。うん、だから、その小回りで後ろから行く馬だからどうなんだろう？っていう思いを持たれてる方多いと思うんですけど、このウェスタールンドはその昨年。 裏輪でしっかりと結果を出してるっていうここが大きいですよね、はい、で、9歳を迎えてもエルムステークス4着シリウスステークス2着とえ全くおトライを見せていません特にエルムステークスは函館の1700でめちゃめちゃ時計の早い競馬にも対応しているのでこれは9歳バーとは言ってもあのすごいレースを見せてるなという感じです なんとか昨年、東京大賞典も出走して3着に頑張っているように東京大賞典も,もう本当に上位出走するって言ったら大変だと思いますけどもなんとかタイトルを取って出走をしっかりとこう決めたいところですよね、はい、ウェスタールンドの,まああの昨年の雪辱を果たすチャンスという見方をして本命とししました、はい、さあ続いて対抗は一番名、名将上総。 まあやっぱり白山大商店でミューチャリーを退けて逃げ切った内容ですよね。ねもちろんプロキオンステークスのレコード勝ちもそうなんですけど、うんはい、ただいずれも道悪なんですよね。だから本当のその乾いたダートでって考えると名古屋大商店の発着惨敗もあるように。 その気持ちの面で途切れるともう全くどこぞもないという競馬もこのままありえあり得ますから浦和のちょっと特殊なバ場これで嫌気をさす可能性っていうのもちょっと心配はしてるんですよねあのスマートファルコンでも浦和記念で惨敗したこと1回ありますからそういう点で名将数差は本命は打ちづらかったなというウェスタルーンドは馬場を経験してますからね さあそして黒三角はタービランスまあ地元勢ではタービランス。昨年の浦和記念はコンマ1秒差4着ですから、まあ、JRA 勢有力馬が外行ってる中でタービランスはうちだちたんですけど、本当にあの地元ということでもコーナーワークも素晴らしかったんですけど、ただその後も放置オールスターを勝って、川崎記念4着、大井記念3着、前回の埼玉新聞へ監賞1着と、しっかりとこう結果をつなげてきましたよね。はい、で間に 京成杯グランドマイラーズで川崎記念を勝ったカジノ本店に迫った内容、まあ、あのレースがタービランスの今シーズン本当にこうきっかけをつかんだ一つだったかなと思うんですけど、はい、前回のようなロングスパートから突き放したっていうのはこのままちょっと空を使うところがあるので突き放したっていうのが大きいんですよねそこに成長も感じられますし、まあ、8歳ですけども。 だから JRA 勢みたいな強い馬が相手だとその気を抜く場面もないですからタービランスにとってはより能力を発揮しやすくなるということでうんやっぱり十分にチャンスはあると思いますけどもねはいありがとうございます黒三角のタービランスまでお話を伺いましたさあ続いてマリナルさんの印お願いいたしますはい私は本命タービランスとしました 対抗が1番名将上総黒三角が5番のウェスタールンドです。まず本命にしたタービランスなんですけど、まあ、昨年の4着馬で4着とはいえ勝ったた。馬とは0秒のの大接戦での4着で着し古谷さんからねお話ありましたけど空を使うような面以前はこう早く抜け出すとちょっとやめてしまうような難しい面がある馬だったっていうことなんですけれども前走のあの埼玉新聞栄冠賞の勝ち方ですよね。 あれを見てもそういう面が解消されてさらに強さをここにきて増してきているような感じがありますから、まあ、ここはちょっと昨年の雪辱を果たたししししてて勝,勝目にななるとといいなと期待して本命ま対抗にした名勝数総なんですけれどもまあそのいずれもねレコードで勝っているプロキオンステークスと前走の白山大商店の内容が圧巻だったということと あとこの浦和記念というレース自体どっちかっていうと内目の馬が良いという傾向があって過去10年で1番から6番に入った馬が7勝7番から12番に入った馬が3勝とで馬券に絡んだ馬30頭ベースで見てもどっちかっていうと迷ったら内から取ってた方がいいなっていうような傾向もあるので先行力もある名所は上さんに期待しましまたそして3番手ウェスタールンドなんですけど。 まあ、あの昨年の浦和記念三着でコース経験があるということと、その昨年の三着の時の。一日着馬が不在ですから、九歳とはいえ。もうウェスタールンドも本当にいつも安定した走りをする馬なので。この三頭に特に注目してみました。はい、ありがとうございます。そして、私の印はこちらです。はい、私の本命は一番名将上総、対抗は七番タービランス。 黒三角は10番アメリカンフェイスで以下印ご覧の通りとなっております。私は本命を1番名将数佐にしました。まあなんといっても前走ですよね。白山大商店金沢の2100メートルのあの逃げ切り勝ちレコードだったんですけれども本当に強かったなぁと。 思いましたそして今回のメンバー見てみてもこの馬が楽に逃げられるのかなと思いますので、まあ、ちょっと馬場は気になりますけれどももし当日雨が降れば余計心強いなと思っております。 そしてまあ本命太鼓のお話はマリナルさんやフレアさんがしてくださったので黒三角のアメリカンフェイスなんですけれども今回が初のダートグレードというところでちょっと走ってみないとわからないところはあると思うのですが浦和競馬場の左回りと同じく左回りの JRA 東京競馬場の 2100m で赤富士ステークス前走を勝っています。 と魅力かなと思いました叩き2層目ということで上積みにも期待したいと思います。はいということで全員の印を発表しましたが古谷さん2番の名勝打尽にも白三角打ってらっしゃいますけれどもこちらも一言いただけますかそうですね3勝クラス勝ったばっかりの日本テレビ杯で3着に構想したように。 まあダートグレードで通用する力を見せたということですよね。まあ、その時と同じ左回り、小回り太陽も全然問題ないと思うんですよね、小倉のダートで強い勝ち方を見せている馬ですから、まあ、その点では、まあ、JRA でもそこまで抜きんでた馬がいませんので、名将打人の2走前の走りからして、十分にチャンスはある一頭だと思います。 そして4番のベルテックスにも白三角打ってらっしゃいますがこちらもいただけますか、一言。うんまあ、そのアメリカンフェイスとの比較で考えたときにオープンでしっかりと構想したという、はい、その実績を評価はしたんですよね。うんアメリカンフェイスも3勝クラス勝ったばかりでいきなり強い相手とはなりますけども森田栄斗棋士を排してきたという点ではやっぱりこう。 コースよく分かっているジョッキーで上位を狙おうという意思もありますし、まあ、だからコースつけがたかったんですけど、まあ、でもラジオ日本賞5着ブラジルカップ3着とオープンの実績のあるベルテックスのほうを上に取ったということですね。わかりりまましたああがとうございますすさあここでで一つお知らせです 楽天競馬では浦和記念と兵庫ジュニアグランプリ両方購入した方から抽選で100名様に現金1万円が当たるキャンペーンを実施しておりますこちらのエントリーもお忘れないようお願いいたしますでは会いの発表に参りましょうまずは古谷さんからお願いしますここはウェスタールンドと名勝和佐の三連複二等軸で着順を気にせずに応援したいなというふうに思います だからタービランスが勝ってももちろんいいというそういった馬券になってますはいありがとうございます続いてマリナルさんお願いしますはい私はタービランスが1,2着は外さないという馬券です3連単はタービランス1,2着返します。で、2着の2番目のところには対抗黒三角の名勝和田とウェスタールンド 3着付けで1番、2番、4番、5番、10番、3連単は合計16点。そしてタービランスからの馬服も5点購入したいと思います。あのもう1個このチャンネルで上がっている馬服チャレンジの方でもお話ししているんですけれども、浦和記念ってそんなに大割れはしないレースなので、やっぱりちょっと資金配分してなるべく点数は絞りたいなと思ったんですけど、これが限界でした。<laughs> はい、ありがとうございます。はい 私の回目はこちらです。はい、私も三連単にいたしました。私は名称かずさが一二着は外さないと思った馬券で。え一、ー、列目に一番名称かずさ。そして二列目に七番、十番と太閤黒三角の馬を入れさせていただきました。まあ、この馬が一着になってもいいよという馬券です。三着付けで二番、四番、五番、七番、十番の十六点で買いたいと思います。 嬉しいがたまる楽天競馬ここで楽天競馬からのお知らせです第42回浦和記念は楽天ポイント10%還元レースですエントリーしてお得にお楽しみくださいそして楽天競馬では浦和競馬購入でオリジナルグッズが当たる浦和競馬グッズプレゼントキャンペーンも実施中です11月22日から26日までの期間中 浦和競馬の馬券を3000円以上購入した方の中から抽選で浦和競馬オリジナルラベル赤ワインを20名様に浦和記念マフラータオルを50名様にプレゼントいたしますさらに浦和記念と兵庫ジュニアグランプリ両方購入した方の中から抽選で100名様に現金1万円が当たるキャンペーンを実施しておりますこちらのエントリーもお忘れないようお願いいたします また1着馬を予想的中すると抽選で20名様に1万ポイント外れた方全員で30万ポイントを山分けするみんなの予想大会や楽天競馬と K ドリームスでそれぞれ500円ずつ購入した方を対象にコースが選べる競馬競輪共同キャンペーンを実施しております。 その他お得なキャンペーンがたくさんありますので、詳しくは楽天競馬ホームページのお得情報をご確認ください。楽天競馬公式ツイッターでは番組に関するご意見やご感想を受け付けております。皆様お気軽にメッセージお待ちしております。 最後に次回のダートグレード競争予想討論会ですが11月25日木曜日にそのだけ馬場で行われます兵庫ジュニアグランプリを予想していきます皆様こちらもぜひご覧くださいさあそろそろ終わりの時間が近づいてまいりましたが古谷さんいかがでしたかまあこの日は競輪祭もありますから決勝ですよ,うなのよ決勝なので浦和記念で何とかプラスに持ってって それを競輪祭の決勝で、なんとかしたいなと。そのために競輪祭今節必死にレース見てますからね。<laughs> さあ、マリナスさんいかがですか。はい、あの浦和記念も競輪祭も楽しみなんですけれども。うん、あの今年の浦和記念っていうのは、もう歴戦の小馬 V. S. フレッシュな四歳馬っていう図式かなと思うんですよね。ね確かに。そうなんですよ。J. R. A. から参戦する五頭のうち四頭 元の4頭がサイバーで結構フレッシュなメンバーが揃ったのでうん、うん、そういう意味でも今後占う上でも結構面白い一戦になりそうだなと期待しております。そうですね、はいはい そして浦和記念は私たち馬福チャレンジもしておりますのでぜひそちら参考レースですとか過去10年のデータも発表しておりますので見ていただけたらなと思います我、はい、々がそれぞれ馬福3点ずつで勝負しているんですけど前回まんやさんはあの2万6千円払い戻しているので皆さんぜひ馬福チャレンジも見てください <laughs> ぜひチェックお願いいたしますそれでは古谷さんお願いします楽天競馬で全国制覇 いざ浦和記念へ投票オンありがとうございましありがとうございました,ましたどんな場所からでも投票はできるどんな瞬間でも投票はできる この投票の先に広がる世界たくさんのみんな,んのみんなこの投票が頑張る誰かとつながっている熱いどこかとつながっている,いている届け 私のこの一票、つながれ。地方競馬。いつもどんな時にもみんなの熱くなれる環境づくりを考えていく。楽天競馬。